段来ますかって、そんな来ないです。ここは多分あんまりライブやってなくて、あんまり使わない。なんかよくあっちの方って、まあ、テレビ局さんとかがイベントやってるイメージがあるんですけど、はいはい、ここってあんまりこういうイベントやってないかなって。そうですね、みんな全然やってないそうですよね、はい、何でここのイベント知ってくれたんですか。向こうでライブがあるんですけど、はいはいはい、それの前に通って友達とやりました。たまたま通りかかって、またまたかかって、はい、サンプル中たまたま栄に来たらイベントやってたんで元気ありがとうしかない。そうそうそう、 ありがとう。エルコモバケレコモコメキメキエルコチョブロケメネキせーのハッピーハッピーバースデー16 days You can go again and bring another friend. That's very important. 正直ね、衝撃的なステージだなと思ったっすよ遠いみたいな。ライブ終わって初めてこっち側に来たからあそか、なんか結構びっくりしちゃって、あこっちから見たらこんな変な、いやすごいよね奈落があるっていう感じでそう嬉しいわ。今回建築物担当されたってことですけど、方向性が強い場所だからステージがあってそこに向かってみんな座ってくのが、ご自然と階段で誘導されてるというか、ちゃんとこの場所使って作れたなっていう感じがしますよね。さっき他の DJ とも話したんですけど、はい、外で DJ だけどその外の DJ って場所が意外と名古屋の真ん中の公園でみたいな感じは、あ、ありがたい場所でやらせてもらってるなっていうのをなんとなく感じました、ね。内容ももう来るお客さんももう最高でしたね。本当確かに老若男女、はいはい、結構いろんな方がいらっしゃって、あの終始ピースなバイブスに包まれているので、はいはいはい、もうこのまま14日間ぶっ飛ばしていただきたいなっていう感じですね、はいはいはい、年配の方もウェルカムな感じで全然なんか違和感なく見てくれてたんで、やっぱこういう場所でこういうイベントがあるとまた新しいお客さんにも知ってもらえるんでありがたいですね。もうずっとやってほしいね。ずっと言っちゃう、俺ここで暮らす。イベントをやったりとかもする側なので、こういう公共の場を使ってやるっていう大変さもすごい分かってるので、そういった意味でも新たな道を作っていけるなんかスタートになるような気がしてて、普段ここなんもないんですよ ね、 そうですね。だからこういう空間ができて人が集まって交流できる場所ができるっていうのは、いいっていうか、はい、ここでただイベントやってここにとにかく人集めて完結じゃなくて、なんか街とこうなんかリンクさせるっていうか、とにかくいろんなジャンルのみんなバラバラの場所にいてそれぞれのフィールドに衣装を、まあ、集めて全員一緒じゃないですけど、でも16日間もあるからその中でこうスライドしてこうなんかいろんな人がこう出入りしていくことによって可変するし、とにかく人集めろっていうわけじゃないっていうのが一個、確かに、まあ、イベントをやるっていうのとちょっと違うかなと思ってて、なんかそういう一応社会実験っていうイベントっていうか一応そっちの路線なんですよ。じゃあもう成功じゃん本当にこうやって人を集めること自体が素晴らしいです。ひとところにこういう人間を集めれる企画をやること自体がもう絶対ずっとあった方がいいし、素晴らしいと思います。ありがとうございます。笑い声と塗りつぶした淡い地図に